はようございます。ニュースイッチ編集部のコンです。鈴木です。この番組は日刊工業新聞社のニュースサイトニュースイッチがテクノロジーや経済産業のニュースをもっと身近に感じてもらうために配信しています。本日第247回目の放送です。毎週木曜日は今週話題になった記事トップ3のコーナーとランキング外だけど気になる記事を配信します。ニュースイッチラジオはオレンジヒートで加熱工程の電化と脱炭素社会に貢献するメトロ電気工業の提供でお送りします。はじめは今週話題になった記事トップ3のコーナーです。ニュースイッチでよく読まれた記事3本を要約して紹介します。3位は新しいミニショベルに関するニュースです。最軽量2トンのミニショベル、竹内製作所が投入。竹内製作所は重量2トンのミニショベルを発売しました。同社製品の最軽量クラスで上位機種と同様の油圧回路、制御回路を搭載。アーム先端のバケットを解体用や粉砕用などの異なるアタッチメントに交換できます。従来の2トンモデルに対し作業対応力や操作性、吊り下げ性能と掘削力を高めました。強小地や密集地での使用が多いため、状況に応じてフローラー幅を伸縮できる機能を既存モデルから継承しつつ、一部アタッチメント操作を足ペダルから手元グリップで行う方式に切り替えました。稼働情報や位置情報、保守履歴などを遠隔監視でき、故障や盗難時も即応可能なオプションも搭載できます。2位は富士通の環境への取り組みを象徴した工場の話題です。国産コンピューターの父が建設、富士通の誇りの工場の正体。富士通の沼津工場は大型コンピューターの生産拠点として1976年に創業を開始。当時から敷地全域を工場として使う予定はなく、国産コンピューターの父と呼ばれた元常務の池田俊夫氏が居住やレクリエーション機能を備えた生活ができる工場を思い描いて建設しました。半世紀近くが経過し、現在は研究開発拠点となりました。居住施設はなくなりましたが、生活空間との境界をなくそうとした理想を引き継ぎます。散策路は住民が日常的に山歩きできるように整備され、従業員の息抜きや健康増進にも役立っています。敷地内には果樹園や茶畑もあり、春には茶摘みイベントを開いています。コロナ禍を経て5年ぶりに開催した2023年は住民1200人が参加するなど、沼津工場は地域の生活の一部になっています。1位は世界初の発見に関するニュースです。東北大が世界初、液晶状態の水を発見した。東北大学の新野見博正助教と北海道大学の木村祐樹教授らは、高圧氷と水との海面に新しい水の層を発見したと発表しました。高圧氷の表面に液膜が形成され、通常の水と層分離して網模様を生じさせました。模様を分析すると液晶と推定されました。液晶の状態の水の発見は世界初です。氷でできた星の地質現象や化学反応などに知見を提供していきます。水は身近な物質ですが、未解明な部分も多くあります。高圧低温下での液晶発見は、氷天体の地殻変動や液晶中でできる化学反応などの理解につながります。ここからはランキング外だけど気になる記事のコーナーです。毎週の放送で3本配信している今週話題になった記事は、ニュースイッチの記事 PV ランキングをもとに作成しています。それ以外に惜しくもランク外となっているけれど編集部が気になった記事を選びご紹介します。6分間の通話で認知機能を判定、 AI システムの仕組み。 NTT コミュニケーションズは、電話を通じた質問への回答を人工知能が分析することで
認知機能の低下状況を確認できる有償トライアルサービスを始めた。スマートフォンを使い、検査者が不要のため、どこでも約6分間で簡単に検査できる。脳の健康チェックプラスは、NTT コムと日本テクトシステムズが共同開発した AI、M 検査を用いる。専用電話番号に電話して質問に答える利用者の沈黙や声の高さ、年月や時刻の把握状況、質問に出てきた複数の数字の認識状況などを分析し、認知機能の状況を5段階で判定する。携帯電話からの利用で約180円、固定電話で約60円の通話料がかかる。NTT コムは2022年、20秒程度の通話で AI が認知機能の低下を確認する無料サービス、脳の健康チェックフリーサービスの無償トライアルサービスを始めた。コール数は48万件以上、90社以上の企業から関心を寄せられた。その上で質問が今日の日付のみだったことから、ランダムな質問に答える方がより良いとの意見があったという。このため、新サービスでは日付のほか、電話で聞いた質問を繰り返す即時記憶、聞いた複数の数字のうち最後の3つの数字を答えるワーキングメモリーを分析できる質問を用意した。軽度中程度の認知機能低下の疑いを約 89% の精度で判別できるようにした。高齢化で認知症患者が増え続ける中、認知症予備軍の早期発見につながるサービスとして、自治体や金融、保険会社などの採用を目指す。認知症が疑われても、いきなり病院に行くのはハードルが高く、本人が認知症だと認めたがらず、病院に行かないというケースもあります。通話で気軽に判別ができるのはいいサービスだなと感じます。また、家族が遠方に住んでいる場合も、電話であれば進めやすいのではないでしょうか。こういったサービスはオンライン診療なども考えられますが、高齢者により馴染みの深い電話というツールもハードルを下げる要因になりそうです。ニュースイッチでは毎週100本近い記事を配信していますので、こんな記事もあるんだなと少しでも興味を持っていただけたら嬉しいです。はい、エンディングです。本日は NTT コミュニケーションズの提供する電話での認知機能を判定するシステムについて紹介しましたけれど、こちら今実際にサービス提供しておりまして、専用電話番号が0570-012354 になっていて、こちらに電話するとナビダイヤルにつながってそこからテストが開始するっていう感じなんですけど、はい、この先ほどちょっと試しにかけてみたところ、今日は何日ですかみたいなことだったり、この文章を繰り返していってくださいみたいな話が続いていました。認知症じゃなくてもちょっとパッと出てこなかったりして、結構難しめだなって感じますね。そうですね、この結果がどういう形で、返ってくるかっていうところまではちょっと検証できなかったんですけど、記事にはこのサービスに発展して、いろんな企業とその履歴を共有できるようにしたりとか、あと保険商品の連携とかも書いてありますので、これを入り口にいろいろつながるといいのかなと思いました。そうですね、なかなかこう自分で認知症の検査受けてみようってなりにくいと思うんですけど、記事でもあるように電話だと気があるっていうか、対面だとしっかりするみたいな場合も多分認知症ってあると思うので、より素の感じで検査できるのかなと思ったりしました。確かにそうです。本日もお聞きいただきありがとうございました。次回は10月24日火曜日朝7時から30秒でわかる知っておきたいキーワード解説のコーナーとニュースイッチピックアップをお届けします。ニュースイッチラジオはボイシー、YouTube、Spotify、各種ポッドキャストにて配信しております。チャンネル登録やフォローをお願いします。またニュースイッチの Twitter もあるのでチェックしてみてください。感想や聞いてみたい内容があれば、ニュースイッチアットマーク日刊ドットテック宛て、懸命にニュースイッチラジオと記載の上お送りください。
皆様からのメールをお待ちしております。ニュースイッチラジオはオレンジヒートで加熱工程の電化と脱炭素社会に貢献するメトロ電気工業の提供でお送りしました。それでは次回もお楽しみに。